皆さんこんにちは、谷岡エマです。谷岡エリです。今日は夏のおすすめのスッキリアイテムたちを、もうちょっと詰まってない夏のおすすめのスッキリアイテムたちを紹介したいと思います。じゃまずもうほんまにいっぱいある中やけど、それでも最高にっていうのを厳選して選びました。こんな子たちが選ばれ抜いた子たちです。エリたちに選ばれた子たちです。この中で自分たちのオリジナル商品もいくつか入ってます。まあ、でも基本やっぱスーッとするスッキリ系が多いな。夏は最近もうめっちゃ暑いやん、ジメジメ。なんかこれ並べてみたらめっちゃ可愛くない？可愛い。なんか可愛い。あと基本オーガニック、基本っていうかもう全部オーガニックじゃない、のアイテムが多いです。じゃん、マノロルのスキンケアです。化粧水とクリーム。化粧水3パターンあって、バータ、ピッタ、カパで、バータは森林の香りで乾燥タイプの人で、バータ、ピッタはローズの香りで敏感肌の人たち、敏感肌で、このこちらの今回おすすめのカパは、柑橘系の香りで、まあ、普通肌タイプの人におすすめなんですけど、なんで私たちが今回これを夏におすすめってにしたかというと、やっぱり私的には柑橘系すっきり、これは結構3種類とも化粧水の質感も全然違くて、バータはやっぱ冬にぴったしかなと思って、しっとりなんですよ、保湿力が本当にすごくて、で、まあ、どっちかというとピッタとカパが さっぱり、化粧水がサラサラしてるので、まあ、どっちでもいいけど、私たちは柑橘の夏っぽいリフレッシュな香りが好きなので、これは夏にぴったりなのかなと思って。やっぱりその梅雨の時期とかってジメジメして太陽に当たる時間が少なくなってくるじゃないですか。そうなるとやっぱり気持ちが落ち込みがちなんですよ。周りも結構多いよな、やっぱ梅雨になったらこう、なんか分からんけどすごいモヤモヤするとかやる気ないとか。でもそういうのはやっぱり太陽浴びてないから、梅雨以外にもやっぱ夏とかそうスッキリさせたいっていう人とかには、やっぱ柑橘系のオレンジスイートとかベインズイン、スティーズリーも入ってるんですけど、まあ、基本スッキリする香りやんな、だからすっごいこう夏にぜひ使ってほしいアイテムです。おすすめです。あとなんかちょっと最近ネガティブ元気出ないっていう人とかにもすごいおすすめです。もう私たちが今使っててもうあとこんだけしかないんですよ。もうあとちょっとなくなりそうなんですけど、まあ、ポンプタイプなので、あの朝とかすごいいいですよ。その朝いいな、柑橘の柑橘はすっきりするので、まあ 2プッシュぐらいで、まあ、さらっとしててすごくサラッとして、サラッとしてる、かなりサラッとしてます。この匂いもう今ここまで香りが。でこれをまあ夏だからまあシャバシャバっとお肌に、ちょっと今化粧してるんですけど上からなんですけど、夏とかはやっぱ朝とかもこう柑橘系の香りで気持ちも本当に リフレッシュして香りもすごくいいので、さあ今日の一日頑張るぞって思いさせてくれるような、あ朝のスタートにはすごいいいかな。おすすめです。これはもちろん夜にも。あ、もうそう、もちろん夜にも、おしゃれな人間もちろん夜にもおすすめなんですけど、でこれクリームタイプです。クリームも結構サラッとしてるよな、こんな感じなんですけど、まあ朝そうサラッとしてて、あの肌にも馴染んでくれるので、あのクーラーとかでやっぱ乾燥するじゃないですか、一日の、でもちゃんとしっとりとこんな感じでカバーして保湿してくれるので、めちゃくちゃおすすめですね。これもしっかりと、なんといっても香りは本当に癒しです。たくさんの人にやっぱりな、化粧スキンケアする時間をがリラックスの時間になるように、という思いも込めて、あのこちらの香りなどはエマが全部プロデュースして作っています。はい、続いてのおすすめ。じゃあここら辺、ここ今してこれ超いい、もうリピ買いしてます。この大きさ的にはこんな感じな、手のひらのちょっと半分ぐらいなんですけど、これはあの開けた瞬間すごい、これも精油の香り、オーガニックで精油の香り 100% なんで、もう開けた瞬間ダイレクトに入ってくるような、なんかやっぱり普通に薬局とかでもアルコールシート売ってるんですけど、でもやっぱちょっとやっぱ香り足してるだけで、ちょっとその一瞬の感じ方が違う、味わう、しっかり味わうよな。ちょっと1個ずつって贅沢使いやけど、もったいないから、ほんまによっしゃ使うぞと思った時しか使えない、これちょっとあのポーチに 2,3 個忍ばせときます。友達にもなったぞってこう配れるから、女子力のため、なんかこれもあのビープルとかなどに売ってます。パッケージもめっちゃ可愛くない、
なのでぜひ皆さんも夏場は1個あるだけで全然違う。あと香りが他にもラベンダーとか柑橘系とかレモンもいろいろ、そう、いろんな種類があったんで、自分のお好みな香りでな選んでポーチに入れるのもおすすめです。はい、続きましてはこっちもスッキリタイプのロール。このブランドはもう大好きでいっぱい持ってます。色のラベンダーの香りとか、うん、あのスッキリの森の香りとかで、今回ロールオンは私はこれ選んだ理由はもちろんミント。ミント夏はミントでしょ。限る。ちょっと眠くなった時とかこのこういうこめかみに、あ、やばい、もうこれ塗るだけで今めっちゃスッてする。なんかその電車とかやっぱ夏場暑い、あーツーってなるやん。でまあ電車入ったらクーラー気持ちいいんですけど、気持ちいいんですけど、それで電車着いたタイミングでここでこれ塗ったら、電車乗ったタイミングこれ塗ったらクーってなる。あー気持ちいい、すっきりってなって冷たいんですよ。なんか一瞬冷却感を感じる。でも眠気覚ましにもめちゃめちゃおすすめです。車運転してる人とかもあめっちゃいいな、あなんかちょっと眠いかもとか思った時にこのロールオンを目元とかに塗るとスッキリするので、めちゃくちゃスッキリします。しかもあと小さいから全然ポーチに入るので、これもこの夏におすすめのアイテムの一つです。あ、これ、あ、それもこれも同じブランドなんですけど、こちらはルームスプレー。こちらもルームスプレー、まあ持ち運びはしないんですけど、でも旅行とかにもいいかも。入ってるのはペパーミント、レモン、マートル。まあ基本スッキリ系。これもスッキリ系なんです。結構いい香り、なんかレモン系が。スッキリ。でも結構レモン強めっていう感じかもしれない。お部屋に寝る前にやったら、こちらも結構スッキリして寝られるのでおすすめ。これもこちらも、まあ、夏でもこの見た目からしてスッキリ感が、これやるだけですっごいスッキリ爽やかな感じ、爽やかさの香りと、うん、頭皮のスッキリがあるので、こう夏ってやっぱりお風呂入るだけでめちゃくちゃ汗かいてジメジメ。でもやっぱりさ、お風呂上がりさ、スカッとスッキリさせたい時とか、このこういうスカルプのシャンプー、シャンプーじゃなくてコンディショナーを使うことで、うん、頭もスッキリするので、こういうのも一つおすすめなアイテムです。めっちゃ頭皮から汗かくからさ、そうそう、やっぱスッキリさせたい。上がった瞬間もスッキリ感が全然違うので、汗出たらな、こういうのもおすすめです。これ多分2本目、今回2本目なんですけど、ボディークリーム、ローション、ココナッツ、もうめっちゃいい香り。これはスッキリっていうか南国気分を味わえる。これはただ南国感、なんか夏といえばココナッツでしょって感じ。あ、それ新品やつで、あ、え、あ、2本目やし、あ、なんでこの匂いが、これはなんか私的にはもう夏といえばココナッツでしょっていう気分で、お風呂上がりに体にボディクリーム塗るんですけど、もうなんかハワイって感じがします。わかる。なんかもう気分はトロピカル、ハワイ気分。夏はココナッツでしょっていう方は夏はこれこのボディクリームがおすすめです。めっちゃいい香り。もうなんか頭の中だけは海外にいますって感じ。夏とかな、夏のお風呂上がりにココナッツ来たらはーいってなるような、ハワイ。ちょっと意味わからない、意味わからない、うん、はい、じゃーん。今回私たちのブランドとヘアケアブランドのリレイさんとコラボをしてマルチバームを作らせていただきました。もうこれ語り出したらこれ一本で終わっちゃうぐらい、もう思い入れがめちゃくちゃある。もうめちゃくちゃこだわった、しかももう 100% で出来上がった、 100% 以上に出来上がった最高の力作のヘアバームでございます。ヘアのマルチバームでございます。じゃん。もうこのまずパッケージから言いますと、今回は普段はリレイさんはツヤツヤの、素材自体が結構ツヤツヤだったんですよ、うん、でも今回私たちのこだわりでマット素材にしてさせてもらう、こう見た目から癒しの機能、木じゃなくて自然森林、森林、今回森林じゃないけど自然な感じを出したかったんで、こうちょっとマットプラス緑の自然感を出してるで、後ろにディープブレスって書いてあります。深呼吸何やその言い方、深呼吸っていう思いも書いています。ここがここにアロマティック、こうしたらいけるの、ちっちゃいから分からない。アロマティックバーム、マルチバームなんで、私が普段使ってるのはもちろん髪も使えるんですけど、もう全身に使えるんですよ。リップとしても使えるし、なんで夏のアイテムに仲間入りしたかというと、ま、クーラー、夏はクーラーで結構いろんなところクーラーガンガン効いてるじゃないですか、うん、まあ、そういう時とかに乾燥しやすいので1個
ポーチとか入れてたり、どっか旅行とかに持ち運ぶのにいいかなっていう思いで、あの夏仲間入りにしました、うん、やっぱ夏って旅行とか行く機会とか多いと思うので、なるべく荷物を減らしたいじゃないですか。だからこれは紙にも使える、でも保湿としても使えるので、これ1本持っていくと、うん、旅行とかでも持っていくと紙にも使えるし、お風呂上がりの保湿クリームとかもあとリップとしても使えるので、もう旅行の時はこれ1本でいけちゃうぐらい、うん、もう本当に何でも爪のネイルケアとしても使ってくださる友達もいるので、本当にマルチ、いやめちゃくちゃマルチ、なんかめっちゃ使ってるからさ、もうあとこんだけこんだけしかないんですけど、じゃあ今回手にしてみよう。おう、こんな感じで、この、 あのマルチバーブのいいところは、まあ、紙で使った後そのままこう紙で使ってからのそのままもう首とかにもこうリンパ流しで、あと手にもいけちゃうぐらい、普通ってこうやっぱ抵抗があるじゃないですか、紙バームをここにつける、うん、どういうこと、ネチャネタじゃないの。しか今までつけて石鹸で洗ってたんですけど、いやもったいない、もったいない、いやもったいないとかじゃなくて、あの全然使えるテクスチャーなんですよ、その天然由来 95% なので、本当に全身使っても抵抗なく使えると思うの、あの優しい成分なので、あ、じゃあそのそれもそうやけど、こうベタベタにならないんですよ、本当にこの手でこうやってなじませるとそのままこう浸透してくれるので、このべちゃべちゃ感がないのが今までになかった感じじゃん、うん、代わりはサンダル、あのジャスミンとサンダルウッドの香りが入ってます。初めにパッて開けた時はジャスミンの香りが広がってくるんですけど、後からちょっとサンダルウッドのウッディ系も入ってるんで、こうジャスミンの甘さだけじゃなくてちょっとウッディ系の渋さもあるんで、こうちょうどいい塩梅になっていて、だから男性にも抵抗なく使える香りになって、私たち今回こだわったのはこの箱にを開けた時にのここの側面じゃ内側に一人ずつにメッセージを込めて、なんと4通りか4通り5通り、うん、あるんですけど、それ開けた時にその人にぴったりな言葉が、あ、こう寄り添えるような優しい言葉が入ってるんで、そのなんか頑張って頑張る勇気とかなんかな、うん、そう元気を後押しできたらいいな、そう後押しできたらいいなと思って入れてみました。これ1個だけ開けてみる、どんな言葉か、いっちゃう、こんな感じです。ここもディープブレスって書いてあるんですけど、じゃん、見えるかな、私は私のままでいい、無理して頑張らなくていいんだよ、こういうメッセージがあるので、そこもちょっとそう注目してみていただければ嬉しいなと思います。じゃーん、これです、クールハイドレーティングボディ用保湿液なんですけど、これはもうこれは まさにもうザ夏のアイテムで、このジェルっぽいんですけど、この中に透明のジェルで、そうこれのすごいところは、まあ、塗った瞬間いい、こうスーッとスッキリ、涼しくなって、まあ、ミント素材で、そうでこれ家出る前にこれをすると普通の汗かくよりもちょっとは抑えられるみたいなんですよ、うん、でまたそんなネチネチしないから変な感じでもなく、なんか結構さっぱりしてるので、朝出る瞬間に、まあ、これを体に塗って、ちょっと脇汗とか背中の汗とか気になる人とか、特にこう脇と背中ちょっと汗を、まあ、汗は出ると思うんですけど、いつもよりはちょっと抑えられるかな、クールダウンしてくれる、でちょっと暑いで今日は一日暑く歩くことが多いなっていう時の前に、まあ、こういうの塗るのはおすすめかなって思います。香りもめっちゃいいよな。そして私たちはこれです、ペパーミントのハーブティー、これこのもうハーブティーイコールとここのブランドさんいつも買ってて、めっちゃ買う、もう置くだけで可愛いし、あとめちゃくちゃいいのはここから取り出せる、こうやってな引っ張って、これペパーミントなんですけど、これもやっぱ夏にめちゃくちゃ良くて、これを使い終わった後自然にもう土に戻すとそのまま土に変えるぐらいの全部がもう自然からできてる、体に優しい、あの地球にも優しい素材で作られているハーブティー、うん、あとやっぱりこのハーブティーが今までの中でダントツにめちゃくちゃ美味しいし、あったかいけどちゃんとこう口当たりがすっきりするし、あの癒されるし、なんかお風呂上がりやっぱどうしても冷たいのばっかり飲んでしまいがちやけれど、逆にそれで体冷やしすぎてもダメなので、あったかいけどもちょっとスッキリ感のあるミントティー飲んだらすごいリフレッシュできて、かなりこれはおすすめです、うん、
あのハーブティーなら本当にここの種類ぜひコスメキッチンとかにも置いてあるので、ピープルにも置いてあるので、うん、ぜひチェックしてみてください。感じやっぱこうやって見た目並べてみたら水色が多いな。だって夏やもん、うん、なって感じ。やっぱりその一年中同じものを使うのじゃなくて、季節ごとにあの自分の体調も変化してくると思うので、その合った体調にいいものを探すってすごい大切なことだと思うので、もう今回自分たち前紹介したのとまた全然違うと思う。だから夏は夏に合ったちょっとスキンケアとか見つけてみるのもいいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。以上、エマエリでした。じゃあねー、バイバーイ。